何からスタートしようかな。今回のお店はどこでしたか。テリー、はい、テリー、アーで、アーで始まります。あー、最悪よ。アクリル板しか思いつかん。はいです。はいです。カラです。はい。今日は3人で協力してお買い物をしてきてもらおうと思います。はい。なんかめっちゃトラックがいい音奏でとるんやけど。はい。今回のお買い物場所は後ろ。見てください。後ろの店になります。どこかわかりますか？セリア。はい。あなたたち大好き100均のセリアさんになります。こちらでやってもらう企画発表します。買ってつないでしりとりゲームです。はい、ルールの方説明しますよ。ママがお題をあげます。それをスタートにしてしりとりをしながら物を購入してもらいます。で、しりとりっていうのは分かりますよね。できるよね。できる、はい、できる。例えば今ママチョコレートが食べたいのでチョコレートでとにつながる言葉からスタートしてもらいます。ただね、お口でしりとりをするのではなく買った商品とか商品名でしりとりをしてもらいます。順番はかのはやあやかのはやあやっていうことでやっていくんですけど、まあ、永遠に続けられたら困るので時間制限します。30分。30分間なら買えた商品はママがお買い上げしましょう。商品名でキラキラなんちゃらなんちゃら折り紙って言って名前がついてると思います。でもその先頭を取ってもいいですし、折り紙っていう物体名で取ってもいいので、実際やらないとわからないと思うので早速いきたいと思います。すごい。ママの一番最初のお題ね。何からスタートしようかな。今回のお店はどこでしたか。テリー、はい、テリー、アーで、アーで始まります。あー、最悪よ。アクリル板しか思いつかん。セカだって、セカズのとこっちは。あったあった。ちょっと何で続く、楽しみにしといて。帰ってきました。はい、おかえりなさい。まず感想聞きます。はい、あやさん、このしりとりどうでしたか。難しかったです。タマさん、欲しいものがなかなか買えませんでした。はい。普段おるもの多くないですか。はい。それぞれかなり苦労しました。もう一回ルール説明します。今回やったのは30分以内で買ってつないでしりとりゲームです。買った場所はセリアさんなんですけど、セリアさんの商品名とか商品のものでしりとりをしていって、30分以内に好きなものどれだけ買えるかっていうのをやってみました。で、順番はかのさん、はや、あやさんの順番でやりました。さあ、3人はどこまで協力してつなげることができたでしょうか。答え合わせをしていきたいと思います。何からママ始めましたか、覚えてますか。セリアのあ。はい、あです。かのさん、あから始まるものお願いします。アクセサリーのイヤリングなんですけど、アクセっていうことでお兄ちゃんにセで引き継ぎます。セ、セロハンテープ。はい、ちゃんと図案ありました。で、次お姉ちゃんへセロハンテープのテープ。フですね。袋です。はい、意義ある人。お姉さんには意義いませんね。それ袋じゃん。こんなところで意義言ったらもうさ、どの階段出てるの。まあ確かに時間ギリギリやし、加藤さん結構時間かかってるからね。はい、あやさんもう一回見せてください。これよくメルカリとかでね使うね、OPP 袋ですね。これどう見てもテープ付きクリアファイルって書いてあるんです。ファイルですね。袋です。ということで本人袋と言い張ったので、まあ、袋で通しました。ということで袋で、かのさん、ろでお願いします。ろうそくのろ。はい、7ってことは来年の誕生日用です。気が早すぎます。まあまあ、でもね、ろで始まる言葉ってあやさんありました。ないです。なかったんだよね。ろうそくしかなかったです。はい、なのでもうろうそくって言ったらもうろうそくしか向かわなくなって買いました。はい、ってことは次お兄ちゃんはろうそくのく、クリアスタンド。はい、違いますね、それ商品名。
なんだい、これはクリアのスタンドだよ。え、もう本当の正式名称なんすかそれ。クリアハイディスプレイスタンド 2L サイズ、はい、なんですけど、本人たちがもうクリアの棚でしょって言ってで言い張ったので、そちらで通しました。はい、じゃあ次、あやさん、これクリアスタンドのドだったんで、とですね。時計です。はい、時計。次、かのさん、いで始まるもの。イルカのシャボン玉のい。はい、あのイルカピストルシャボン玉ですね。じゃあ、まで、まの、はい、いきます。マトルマイメイロ、マスキングテープ。マスキングテープなんですけど、それ色、何色ですか。ピンク色ですね。ピンクですね。おっと、それは、まあ、触れないでってことですかね。はい、間違いはないんで、マスキングテープ。次、あやさん、筆。プラスチック用ボンドです。それも間違いはないですね。ボンドなので、とですね。トイストーリーのとこれカナさん、袋なんですけど、あのデザインがトイストーリーってことで、リーでお兄ちゃんに言います。キーホルダー、はい、ま、そういないですね、はい、はい、キーホルダーで、あやさん、ないです。はい、ここで終了してます。ってことで、全部でいくつ買えたのかな。11個。はい、11個で、あやさんだけ3つですね。順番が回ってきませんでした。企画上、自分の好きなものを買うプラス次の人に引き継ぐための文字も考えてやらないといけなかったから厳しかった。厳しい。これちなみに他のお店とかでやるとできると思いますか、あやさん。できないです。はや、自信ありますか。ない。商品いっぱいあったからいけそうな気がしてたんですけど、結構難しかったです。同じなの多い、マジで。ね、あのマスキングテープって言ったら全部マスキングテープなんだよね。柄が違うだけで。なのでなかなか苦労しました。あやさんは好きなもの買えましたか。はい。はやは買えましたか。イエス。かのさん買えましたか。イエス。ってところで、あやさん、はや、なんか言うことありますよね。はい、どうもどうも、はい、あのマスキングテープがピンク色だった理由、あやさんが工作なんかしないのにプラスチックボンドを買った理由、こちらでお分かりになったでしょうか。もうそれぞれね、買えなかったので、一応買うのは買ったけど、お互いにトレードする形で今回、まあ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 、OK としました。あやさん、それ何使うの。そのコピックの絵の棚。あの本棚のこの L 字。そうそうそう、あれで耐えとったけど。ああ、だいね。前から目つけとったやつ。うん。だからあやさんもほぼほぼ自分の欲しいもの買えたよね。ね、まあ、ラッキー。はやは何が一番嬉しかったの。ああ、好きかな、無難に。楽しめましたか。はい、はい、最後まで見てくれてありがとう。